こんにちは、黒田和義です。今日もご視聴ありがとうございます。今日はですね、花音シリーズ第3弾ということでですね、3つの音符をいっぺんに覚えていただきたい。まあ、前回のフレーズに対しての、発展なのでいけると思いますが、まずはですね、四分音符、この左足、どっかでリズムを取りましょう。これをやらないで花音はできるんですけど、これをやりながらやるとリズムトレーニングになるということなんですね。やってみますね。1、2、3、4、1、2、3、叩く場所は真ん中でも低音でもスネアのとこでもハイハットのとこでも全然構わないです。1、2、4、1、2、次は8分音符ですね。これをというふうにやりました。これコメントにも書いていただきました、左右に僕割りますみたいな。はい、これ左右に割ってもらっても全然構わないです。早いテンポで叩くときはこういうふうにやったりしますので、左右に割ることは全然やるんで、早くなってくればやるんですが、今日の3番、4番、5番の音符を覚えるのには、この8番音符、耳で言ってる方が説明がしやすいんですね。で、あとやっぱ左手が入ってくるとやっぱ難しくなるので、左右に割ると、基本的に音はゆったり聞こえます。自動的にこう速くなるので忙しそうに聞こえてしまうんですね。なので、片手で叩くよりは両方に割った方がいいんですが、頭が混乱してしまうので、なのでこっちで教えています。なのでゆくゆくが左右に割るのが出てきますので、では次ですね、この2番の8分音符に対して1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and の間に、ワンとエンドの間に左手が入る。これがこの音符です。要は、8分音符が16分音符の倍だと、音階が倍だとか、そういうのは教えられるんですが、組み合わせで覚えないと絶対うまくいかないんですね。なので、タタタンで、これで単語だと思えてください。要は、細かい音符が2つ。最後の音が長くなる。タタ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 。2番の音符の右右の間に左が入っただけです。次は、その両方に入ります。ワこれを16分音符と言いますかね。1小節が16個に割れるからね。僕の音階の説明のところで説明してるので、他のビデオを参照していただければいいかな。音符の読み方みたいなところね。で、最後は1 and 2 and 1 and 2 and 1 and 2 and 3 and 4 and タンタカと覚えましょう。最初はタカタンタカタン、要は16のとこをタで歌って、8分音符のとこはタンで歌います。なのでタタタンタタタンタタ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 タンタタタンタタ、この3つです。この3つが組み合わせれるとかなりいろんなことができます。例えばこんな感じでね、今までよりだいぶ複雑なことができます。これで、フィルインをやっていくんですが、前回やった8ビート、8ビートと言われるリズムがこういうふうに やりましたが、今回は8分音符の間を入れます。なので、これも全部右でいきます。そうすると16ビートがすぐ叩けるんですね。バスドラ、ハイハット、スネア、ハイハット、バスドラ、ハイハット。こう十字架になるみたいな。ドーン、パーツ、十字架かな。こういう L になる。これやりながら、ちょっと大変ですけど、で頭クラッシュします。で、タンタカタカタン、ドンにしましょう。そうすると、1 and 2 and 3 and 4 and 1
という具合に、場所をしっかり、でここの音はあんまり強く叩くのはこことここでと、あとフィルインのとこだけでいいので、間でなんとなくこうこの辺叩いちゃっても全然構わないです。僕これ指輪でぐちゃぐちゃになってますが、という具合にやっていきたいと思いますね。でそうすると今ちょっと2小節ずつちょっと時間の短縮でやったんですけど、これ4小節ずつやっていきます。ちょっとやってみますね。急にレベルアップした感じになると思います。この辺足ありながらと相当難しいですね。なので、もし難しければのまま、8ビートのままこれでやってもらっても構わないです。ちょっとだけやってみますね。といった具合に、曲に合わせてこのように演奏すると非常に楽しく練習できます。そこそこテンポが速いので、もっとゆっくりな曲を選んでもらっても全然構わないかなと思います。YouTube の、オーディオライブラリーっていうのはこれはもう全然著作権無料で使えますし、これ別にこの YouTube の曲でやらなくても、ご自分の好きな、ミスチルの曲とかサザンの曲とかユーミンの曲とか、世代がバレちゃうね、っていう感じの、自分のお好きな曲に合わせて演奏してもらえばいいかなと思います。それでは頑張ってください。はい、本日は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日の動画があなたにとって面白いなとかためになったなと思われる方は、いいねボタンを押してください。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。私のメールマガジンがありますので、詳細の欄から URL がありますから、そちらで紹介ページの方でぜひメールマガジンのご検討ください。毎日僕からメールが届きます。ジャズドラムのこととか、ジャズの歴史のこととか、心理学のことについて毎日動画とその解説をお送りしますので、よろしくお願いします。3大特典もついておりますので、ぜひご検討ください。それでは今日は最後までご視聴ありがとうございました。黒田和義チャンネルでした。